はい、どうも皆さんこんにちは、ゲブザーカエルです。今月アップした動画っていうのは小気堂さんの商品ばっかりだった気がするんですけど、今回もその小気堂さんの動画となっておりまして、それがこちら。はい、こちらの毎月恒例青緑定期便の今月分が届いたので、そちらを紹介していきたいと思います。青緑定期便が始まってからもうすぐで1年経つんですけど、今月はどんな色が当たるんでしょうか。せーの、出てこない、よいしょ。はい、何色でしょうか。はい、今回は012ですね。はい、ということで今月届いたのは012のグラスランドでした。インクカードの説明としては、青空広がる草原をインクとラメで表現しました。緑インクに青ラメを入れて青緑を作ってみようという意欲作でもあります。ということで、どんな色なんでしょうか。早速描いてみたいと思います。はい、ということで描いてみました。こんな感じです。どうでしょうか。前回届いた青緑定期便は、はい、こちらの009番のスプリングブリーズで、ラメは入っていなかったんですけど、かなり鮮やかで綺麗なミントグリーンみたいな感じのインクだったんですけど、今回のグラスランドは結構濃いめの深緑で、そこに青色のラメが入っていまして、こんな感じで光っていて、この文字の方が分かりやすいかな。こんな感じで結構ギラギラとラメが光っていて、前回のスプリングブリーズとはまた違った色合いで、グラスランドが草原っていう意味なので、明るい緑よりもこれぐらいの深緑の方が草原のイメージがあってぴったりかなと思います。続きまして、今月のおまけの紹介です。今回は10ヶ月目の特典になるんですけど、最初にも言った通り、もうすぐで青緑定期便が始まって12ヶ月、1年経ちますので、残りの3ヶ月のおまけはかなり豪華になっていまして、それがこちらの青緑定期便1年分のインクを12個入れれるインクブックとなっております。今までも何回かインクブックがおまけになっていることはあったんですけど、12個となるとさすがに規模が違いますよね。かなり大きいサイズになると思います。ただこの組み立てキットが一気に全部届くわけじゃなくて、3ヶ月分に分かれて部品が届いてきます。デアゴスティーニみたいですね。でもいきなりこんな大掛かりのものを作るの大変そうって思われるかもですけど、実は青緑定期便5ヶ月目のおまけで、全組1個用の組み立てキットっていうのをもらえまして、普通の人は最初にこちらを先に作るので、どんな感じかっていうのは分かると思います。ちなみに私は普通の人じゃないので、は
はい、こんな感じでね、未だに作れていません。動画にしたいと思って先延ばしにしていたら半年ぐらい経っちゃってましたね。またそのうち作りたいと思います。ということで、まず10ヶ月目の特典として届いたのが、はい、こちらのインク袋の側面の部分で、実際の部品はこちらになっております。このインクブックの組み立て方法なんですけど、説明書とかは入っていない代わりにこちらの QR コードを読み取ることで、小木堂さん本人が解説している組み立て動画を見ることができるので、それを見ながら組み立てていくといった形になっております。ということで、早速組み立てていこうと思ったんですけど、せっかくなので3ヶ月分集まってから一気に組み立てたいなということで、今回はこれの紹介だけで終わりたいと思います。はい、ということで今回は小木堂さんの青緑定期便012のグラスランドの紹介でした。いかがでしたでしょうか。今回のインクは青緑というよりも青と緑といった感じで、今までの青緑定期便にはない感じの新しいインクでしたね。こんな感じで塗り方によっては緑から結構濃いめの深緑まで使い分けができて、さらに青色のラメも入っていますので、いろんな使い方ができるインクだと思います。まさに草って感じの色合いですね。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりにして、最後にいつも通りインクの洗浄をして動画を終わりたいと思います。このチャンネルでは普段からいろんなインクや文房具を紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。